どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは、愛知県名古屋市中村区にあります名古屋を代表する老舗洋食店、明大とんかつ八千代味生さんでございます。こちらの人気メニューを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回訪れましたこちらの味生さんは、メディアでも頻繁に取り上げられている有名店です。ミシュランガイド東海版でも取り上げられるほどの人気も実力も兼ね備えた老舗の名店です。こちらのお店の営業時間はご覧の通りとなっていて、定休日は木曜日の夜と、さらに金曜日の前日となっています。こちらのお店のメニューは豊富で迷ってしまうんですけれども、やはり今回は人気ナンバーワンメニューでもあります、こちらの明大ヒレカツ定食を注文させていただきます。さらに定食を注文しますと、ご飯は白米か雑穀米か選べるんですが、やはり今回は白米を注文いたしました。さて、注文しました明大ヒレカツ定食が運ばれてきました。ご覧の通りきつね色をしていて、薄い衣で香ばしくさっくりと揚げられています。このヒレカツを自家製の甘辛い味噌ダレにつけていただくというスタイルです。定食を注文しますと、やはり赤味噌の味噌汁がついてきます。それではまずヒレカツからいただいていきましょう。こちらのヒレカツを先ほど紹介をしました自家製の甘辛い味噌にしっかりとつけていただいていきます。一口パクリといただきますと、ジューシーでとても柔らかく、噛むとじゅわっと肉の旨みが口の中に溢れ出てきました。後味は脂っこくはなく、さっぱりとした口当たりのようです。このヒレカツ本当に美味しいと思います。これは白いご飯が進みますね。そしてこちらのお店は、お客様に最高の料理をご提供したいという思いから、ご注文を受けて一から全て手作りで作っているそうです。そのため熱々の状態で食べることができますし、さらにはジューシーさを保つために、揚げる直前までパン粉をつけないため、カラッと揚がったサクサク食感も楽しんでいただけます。さらに使用している油もコレステロールが低く、ビタミン E たっぷりの体に優しいヘルシーなものを利用しているので、安心して食べていただけるのではないでしょうか。週末のお昼時にはやはり地元民の方で、店内はにぎわいを見せておりますので、ぜひ時間に余裕を持って来店されることをお勧めいたします。店舗情報は概要欄に貼り付けてありますので、ぜひチェックして行ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!